ちは、ムーチューブです。今日は上野にあるおもちゃ屋の山城屋さんで男の子用のおもちゃの福袋購入してきました。お値段は3300円で、内容は1万円分くらいおもちゃが入っているということでした。結構ずっしりしています。一昨年は買ったんですけど、去年は買えなくて、今年は買えたので良かったです。では1点ずつ見ていきましょう。1点目、どんももたろう。楽天市場最安値858円。手足が動かせてサウンドが鳴るフィギュアでした。戦隊ものは見ていないので詳しくありませんが、桃太郎はいつの時代もヒーローということで。2点目、トミカスバル覆面パトロールカー。楽天市場最安値346円。トミカも入るんですね。3点目、トミカ水族館トラック。楽天市場最安値370円。こんなのもあるんですね。4点目、先ほどのどんぶらこっこ桃太郎さんの変形ショットガン、ヨドバシドットコム価格1190円。他のおもちゃと合体させることもできるそうです。5点目、トミカ建設現場。楽天市場価格最安値1020円。球をクレーンで吊り上げたりとか、コンベアで球を運んでみたりだとか、トミカタウンシリーズ、これはなかなか面白そう。6点目、ゼンカイジャーのなりきりセット。楽天市場最安値1399円。武器とメダルのようなものと変身ベルト的なものかな。これで君もヒーローだ的な感じですね。ゼンカイジャーに変身して巨大化&合体指令。巨大化して合体するっていうのは今も昔も変わらないんですね。というわけで以上でした。楽天市場最安値で計算しても5000円くらいになるので、やっぱりお得ですね。新しいおもちゃはさすがに入らないとはいえ、一昨年と同様に戦隊もの多め。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。